パリオリンピック出場権もかかっているU23アジアカップに臨んでいる日本代表は、日本時間の30日、準決勝でイラクと対戦。2対0で勝利し、今大会の3位以内に与えられるパリ五輪出場権を獲得した。序盤からボールを保持して敵陣に押し込んだ日本は28分、藤田ジョエルチマからの浮き球スルーパスに反応した細谷真央が、ペナルティエリア内でボールを収め、鋭いターンから素早く右足を振り抜く。ゴール右にコントロールショットを決め、先制ゴールを奪った。さらに日本は42分、左サイドで球際の攻防を制した大畑歩夢から横パスを受けた藤田が、ダイレクトで荒木亮太郎へ絶妙なスルーパスを送る。ボールを受けた荒木が相手ゴールキーパーとの1対1を冷静に制し、リードを2点に広げた。後半にはイラクの反撃を受けたが、ゴールキーパーの小久保レオ・ブライアンを中心に守り切って2対0で勝利した。この結果にすぐ反応したのが、インドネシアとの準々決勝に敗れ、40年ぶりに五輪進出を逃した韓国のメディアだ。韓国とは違う。韓国に負けた日本がなぜ？日本の長期計画が的中と、ライバルがパリ五輪への切符をつかんだことを悲観しつつ、自国の苦しい状況を嘆く報道が相次いでいる。この一戦を報じた韓国メディア、ニュースワンは、日本のゲーム内容を次のように称賛した。日本が2対0でイラクに完勝。序盤から相手を圧倒し、28分に細谷が先制ゴールを決めて猛攻が実を結ぶと、42分には絶妙なパスサッカーで荒木が追加点を奪った。後半、日本はイラクの反撃に苦戦したが、ゴールキーパー小久保の好セーブでリードを守り切った。イラクの攻撃に苦しんだ時間帯もあったが、結果的には終始日本がゲームを支配していたと分析。一方、韓国メディア、スポ TV ニュースは母国と日本を比較。自国は準々決勝でインドネシアに敗れてパリ行きを逃しただけに、永遠の宿敵とするライバルのオリンピック出場を羨んでいる。28分に細谷が先制点を奪った日本は、前半終了間際には日本特有のパスサッカーで荒木が追加点。日本の苦戦を予想していたが、結果として日本はプランを遂行して完勝したのだ。残念ながら何もできずに終わった韓国とは違う。日本は楽に試合を進めていたのだ。1996年アトランタオリンピックから本戦に出場し始めた日本は、これで8回連続出場を達成したことになる。9回連続進出記録を持つ韓国との差を縮めており、このままでは記録を抜かれてしまうことになる、と自国の敗退した準々決勝戦の試合内容を比較して危機感を募らせていた。また、韓国のサッカー専門メディア、442は、韓国に敗れた日本がパリ五輪出場と表現。母国が準々決勝で敗退した一方で、グループステージで1対0と下したライバルが決勝進出という結果に敏感に反応している。ライバルの日本に勝利したことで、良い勢いのままインドネシアに臨んだ韓国だったが、結果も内容も求めていたものではなかった。対して日本は韓国に敗北しても諦めることなく、準々決勝でカタール、準決勝ではイラクから完勝したと報道している。韓国紙、スポーツ朝鮮は、韓国に負けた日本がイラクを2対0撃破と伝えており、22日に行われた日韓戦の際、グループ2勝、得失点まで同じだった日本は、韓国とのグループリーグ最終戦に敗れ、グループ2位だった、大々的なローテーションを稼働して敗れた、とし、準々決勝のカタールとの試合をゴールキーパーの退場という運にも恵まれて勝利をした日本。しかし苦戦が予想されていたイラクとの試合は終始日本がゲームをコントロールして2対0で勝利。日本はこのままパリオリンピック出場を決め、8回連続出場を達成した。韓国に敗れてから日本がここまでチームを立て直したことには驚きしかない、として、当時のチームからの変化に驚いているようだ。また、スポーツソウルは、日韓戦で敗れても日本は諦めずイラクに勝利。パリオリンピック出場が成功。日本の長期計画は的中したと報じた。その理由として、日本は大岩剛監督がチームを2021年から率いて、組織力を最大化したのに対し、韓国代表のファン・ソンホン監督は1年に満たず、
監督が選手を把握するのも難しい今大会の敗因だと断じている。この結果を受け、準々決勝でインドネシアに衝撃の敗戦を喫し、10大会連続出場を逃した韓国のメディア、ソウル新聞は、日韓の比較を論じている。U23韓国代表が重大な岐路に立った。現在のようにアジア大会の兵役得点、オリンピック本戦チケットをそれぞれ狙う短期的な計画か、日本のように他の全ての大会をオリンピックの足場として利用する長期的な計画か、選択が迫られている。後者を選択した場合、イ・ガンインらが兵役免除の恩恵を受け取る最後の世代となる可能性がある。同氏は、U23韓国代表を率いたファン・ソンホン監督が帰国後、アジア大会の成績によって監督の任期が左右されると、オリンピックに集中しにくく、準備期間も短い。4年周期にシステムを変えなければならない。と発言した件を紹介。こう続けている。その代表例が日本だ。2年後のパリオリンピックに向けて、日本は2022年のU23アジアカップから、大会の年齢制限より2歳若い21歳以下の選手でチームを編成した。2022年の杭州アジア大会も感染症の影響で1年延期され、24歳までの参加が認められたが、出場は22歳以下の選手のみとなった。オーバーエイジは一人も使用していない。記事は、韓国にとって兵役免除がかかるアジア大会を見逃すわけにはいかない。昨年の杭州大会にもペク・スンホ、パク・ジンソプ、ソル・ヨンウらオーバーエイジ3選手のほか、イ・ガンインやホン・ヒョンソクら海外選手も招集された。金メダルを獲得したが、問題は継続する力だったと指摘している。大会参加の年齢制限により、アジア大会のメンバーではキム・ジョンフン、ファン・ジェウォン、アン・ジェジュンの3選手だけがパリオリンピックの最終予選に出場した。日本との相違が必然的に生まれる構造だ。日本はアジアカップで準決勝に進出し、8大会連続のオリンピック出場を果たした。アジア全体のレベルアップもあり、相当の危機感を感じているようだ。パリオリンピック出場権がかかっていた準決勝のイラク戦、結果的には藤田選手の絶妙なパスによる得点が生まれたのは大きかったでる。ここまでなかなかゴールを決められずに苦しんでいた細谷選手も、カタール戦に続いてゴール。 A 代表のアジアカップでの日本がイラクに完敗したこともあって、国内からは日本が再びイラクにやられるのではないやとの声も多くありましたが、結果的には完勝、いい形で決勝に進むことができました。ただ決勝の相手のウズベキスタンは、今大会無敗のままここまで来たチームなので、オリンピック出場が決まったとはいえ、最後まで油断ができません。ぜひここで勝利して、アジアチャンピオンとしてパリオリンピックに挑む日本が見たいですね。